皆さんこんにちは、アイチンです。今日はですね、私の思うすごい女優さんの話をしていきたいと思います。なんか私、憧れの女優さんとか、すごい女優さん、目指してる女優さん、すごい女優さんみたいな聞かれた時に、とつぼみちゃんって答えてたんですよ。これは本当に現役の時から結構誰に会いたいですかとか、憧れですかとか聞かれるんですよ。でも最初はまあ知らないからさ、わかんないじゃん。なんだけど、つぼみちゃんの最初すごさを知ったのは、もうとにかくスタッフさんの受けがいい。もうどこに行ってもつぼさまって、天使みたいなもう話を聞く。で、つぼみちゃんに会いたいですみたいなずっと言ってて、で初めて会ったのが一番最初に出たバコバコバスツアーですね、2012年ぐらいので、つぼみちゃんはもうその時ですら多分10年選手、もうだから今何年やってる、何年だ、2006年デビュー、スタッフ系ですよね。もうこれ、もうこれ一番、もうスタッフ系以降はまあ大体売れるって言われているんで、つぼみちゃんもこれトップですね。もう本当にご配慮の神様って感じ。そうで、一番最初に会ったのがバコバコバスツアーで会ったんですけど、もうなんせ誰とも喋らない。でもお弁当とかも一人そぼそっと本当に空気かのように過ごすんですけど、もうなんですけど、やっぱりその当時もう一番って言われてるぐらい売れてたから、もうオーラはすごいんですよ。圧倒的オーラ、スタッフ受けがいい。これで2つ目でしょ。で3つ目はなんてロリで何でもできる、何でも結構本当に NG そんなになかったんじゃないですか。でなんですけど、喋んないけど話しかけてみるとすごい喋ってくれるんですよ。で全然話しかけづらいオーラとかないし、すごいんですよ。とにかくこの3つで私は憧れていてですね、その当時結構自分でも何でも NG なくやってたので、憧れあった、すごいなって。だってこんなに売れてんのに NG 作んないで何でもやって、でね、ロリでもうすごいなって思ってて、私は結構つぼみちゃんを割と憧れの対象として名前出してたし、つぼみちゃんみたいになりたいなって思ってやってました。途中からちょっと専属女優さんになっちゃったんで会う回数減っちゃったんですけど、なんか喋んないからどうなんだろうって思うんですけど、もう V 回るとすごいんですよ。人が変わったように、もうさすがプロって。あとはなんか何がすごいって、やっぱりロリで地上もできる、まあ、本当にまあ NG もないけど、とにかく攻めるとかもできるし、血が入った時点でもう結構長い期間やっていたので、セリフとかもさ、攻めるセリフとか出てくるし、プレー的にもやっぱすごいですね。つぼみちゃんね、結構ね、言われたことしかやらないっていうか、もういい意味で変になんか追加したりしないから、自分ね、すごいそういうところもいいし、本当にね真面目ですよ。真面目なところも私は素晴らしいなって思います。あとはまあできないことなんか少ない、なんかできないとか言わない、その台本とかに書いてあること、もう明確にはもう本当に圧倒的オーラ、人と群れない、そういうところがすごいなって思って私は憧れてました。その逆でハタちゃんとかは、またね違う人の名前出しちゃうんだけど、ハタちゃんとかはすごい話しかけてくれるから、それもそれで私は人見知りだったからやりやすいなって思ってて、で、ハタちゃんとかはなんか誰とでもなんか日比谷とかね、誰とでもやっぱ仲良くできるわけですよ。キャリアも長いっていうのもあるけど、誰とでも結構、あの二人はなんか人見知りだって言うんですけど、私は本当に最初人見知りでなんか結構喋れない時期があったんですよ、人と。なんだけど、ハタちゃんとかが話しかけてくれたりとか、話しやすい空気を作ってくれるから受け込めたりとかして、撮影中もね、それ撮影中以外もそうだけど、撮影中もなんかそういう雰囲気作りがすごい上手だから、それもまたすごいなって思うけど、つぼみちゃんは話さないけど圧倒的オーラでもうすごいんですよ。私はもう人見知りだったんで、なんだけどやっぱ喋んなきゃいけないのかなみたいな、仲良くしなきゃいけないのかなって思ってたけど、つぼさんを見てて、やっぱつぼさんは一人でもう自分の世界入ってるから、あ、もうそれでいいんだと思って、じゃあ一力つぼさまもうそうだし、もう無理に喋るのはやめようと思って、自分の世界に入ってたことがあって、
尖ってはないけど、まあ、人見知りを無理に克服するのはやめようと思ってた時期があったっていう、人見知りでもいいんだっていう勇気をもらえた、はい、そんな存在で、もう本当に天使かと思ってましたね。プライベートでは会わないですか？会ったことないです。多分会わないです、人と。あのつぼみちゃんはそんな女優さんで、もうなんか多分、ああどうやると仲いいんだろう、わかんない。もうそういうなんか謎なところも私にとって魅力的で、すごく角様の最後、あのすごいところを一つ挙げるとしたら、やっぱりもう15、6年やってるんじゃないかなって思うんですけど、もう何十年やってもあのまま黒髪色りで、もう老けない。とにかく本当にファンとか業界の中では一生老けないねって言われていて、一生変わらないから、もしかしたら 魔女なんじゃないかみたいなことは業界内で言われてるんですよ、結構。本当にそれぐらい一生変わらない、それが素晴らしいなって思います。はい、そんな感じでね、今日はちょっとつぼみちゃんの凄さについて語ったんですけど、どうですか？そんな感じで誰か愛ちゃんの凄さもぜひ語ってほしいなって思います。はい、よかったなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。そうですね、ちなみになんですけど、はい、ずっとパンツ見えてます。嘘でしょ、早く言ってくださいよ。